こんにちは、ネモです。パワープルアプリやっていきます。今回は打撃6倍デッキやってみたいと思います。シドレミ、ナルミ、サイガ、サイキ、ヤギュで、新島と。で、今回なんと千丸が引けています。このチャレンジ何回かしてて、今収録が4回目ぐらいなんですけど、やっぱ千丸出るんですよね。で、招きと友達散歩持ってきてます。では行きましょう。そう、グズグズしてると千丸が出てしまうっていうね。ただ、前回の、相良式抜きで、SS8 とかもできたりしてるんで、なんとか、こう、ベンチくらい、もしくは今僕、まだ、あれですね。ちょっと待ってください。サイガ。あー、どうしよう。サイガだったら、まあ、練習レベルあるからな。ですね、まだ僕、円卓の、時に作ったキャッチャーが SS6 のキャッチャーがレギュラー入ったりしてるんで、まあそこの入れ替えくらいを狙えたらいいかなとは思ってます。まあ、なんとかなるんじゃない。経験点でゴリ押せるんじゃない。おー、いいですね。結構で、あとは新島を間に合わせたい気持ちも非常にあるんですけど、そこはそんなに死ぬほど意識する必要はないんじゃないかなと思ってます。結局まあクリスマスの体力回復は美味しいですけど、そこ以外のポイントの面とかは、まあ、言うてそんなでもないので、まあ、キャラの評価、あとはメンタル練習にいるかどうかとか、まあ、そういうところを意識してやっていけばいいかなと思います。あとは、シドレミとナルミを成功できるように、そこの辺のポイントは早めにかき集めて振っていきたいですね。これは大事だよ。弱い。これは痛い。これは痛い。野球なんとか間に合いそうだな。ちょっとでも今の痛かったっすね。千丸なんで、ちょっとガチでやってはいるので、欲しいポイントではありましたね。どうしようこれ。この二人はなんか、行きそうだな、サクッと。野球を拾いましょう。なんかイベントがちょっとでも起きれば行きそうですね。新島はちょっと間に合わないかな。そう、こういうこと。評価が上がりやすいキャラクターたちでもあると思います。まあ、イベント内容とか本当大事ですよね、そう思うと。新島はなんかもう、はるか彼方だな。全く間に合う気配ない。ああ、もうすでにちょっと強いですね。拾ってもいいけど、まあもっと高みを目指していきましょう。監督の評価もあるんで、ここはダブル程度だったらいいかなと思います。まあ、全力練習にもできないですしね。ただちょっとゲージの溜まりが相当遅いんで、今これはちょっと注意をした方がいいですね。これでいいかな。守備職人、技術系でいらないやつもバンバン取んないと危険がありますね。守備職人、はい、ここで30でかいわ。あと1か。押し、セニハラ一応いつでももう燃やせますね。セニハラで最悪。お、やばいやばい。25に合わしときゃ大丈夫説。さっき60で失敗したから、ね、25に合わせときゃ大丈夫説。あると思います、僕は。20万。ああ、どうしましょうかね。これダブルなんでもいいかな、さすがに。もう燃やしたい感もありますし。ダブルパックだったらまあいいでしょう。で、総理カムだったな。まあ普通に強いですよね、この場合。OK、チャンスメーカー。男。いいじゃん。あーははははは、ヤギュー。ここは勝負していく。評価もいってるんで、まあ。最悪失敗しても的なところはあります。
うわぁ、ここは言っとけよ。これで足りなくなってたら笑うけどね。大丈夫か。まあ、1回目の全力練習の割にはタッグ組めたかなって思います。セミハ。おー、やめてー。男が取れたのは大きいですね。1700と。と、監督がまあ、ほんといいとこで踏めてたかなと思います。新島取りたい。これでいった？さすがに。お、13。よかった。よかった。すごいタックだったらどうしようかと思った。ですね、打球伸び、打球伸び、打球伸び。これは。やめて。お、いいタイミングだな。回復したかった。ちょっと走塁も取りたいですけど、ここは体力回復で。使うほどじゃないっすね。ただ無駄なく監督が決めてるのは大きいと思います。敵を飲んでもいいっすよ。よしよしよし、間に合った。うん、監督はまあいいところにいるね。ああ、いいですね、それは助かるわ。いつでも燃やせるわ、これで。あ、ちょ、なるみやばいな。なるみ、しどれみともにピンチかもしれない。きたー !25 大丈夫説。あると思います。そういうこと。不思議と成功するよな、25。理由はわかりません。ただ不思議と成功します、僕の中では。これぐらいにしとけば大丈夫だ。うん。しどれみ踏みますかね。走塁。他はまあ取れてるね、ちゃんと。監督がちゃんと踏めてるのが大きいなと思います。なんかください。敵を知り。バランスよく集まっては来てますね、多分。お、13。ただタックはまだだな。タックしたいっす。シングルタック。1上げたらまあまあ、まあまあ、まあまあ入るよ。うん、って感じだな。ムムムって感じですね。ここは監督いきます。言霊が少なすぎる。一流。お、行ったかな、これ。勝手に行きました。うん、ここは拾いたいんで、普通に背に晴らしましょうかね。印象は大事です。印象は大事です。35か。結構自由にいけそうですね。次のセクションは。はい。しゃ。ちょっとこの全力練習してるうちにマジで頼むって。一発ぐらいドカッと。入れさせて。入れさせてもらえないうちに監督評価と臨床を稼いでいく。お願いします。
大吉欲しいな。おっしゃー、願いは叶わん。願うことが大事だね。最下でいいな。広角打法か。うん、監督評価も147なんでかなり来てますね。コーヒー。おお、いいね。33。監督いけるな。ちょっと40プッシュしといて、いつでも燃やせるようにはしておきましょう。で、はい。一流めっちゃ来るな。精神戻ってきます。筋力でもよかったかな。パルスで、まあ一応やる気が今ないのか。やる気がないのであれですけど、あと敏捷はかなりいい感じですね。これでパルスでいつでも受けると。あ、勝手にいった。ちょうど怪我率が3回目ですね。うん、まあ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 。真空タックか。シングルだったら怪我ってもいいでしょ。まあ、貴重な言霊を使う必要もないって感じです。ちょっと千丸だからな、ドカッと欲しいぞ。タック。よし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 、危ねえ。123か。123、まあ、才が強いんですけどね。だったら、これ、敏捷行きたい感、ありますね、僕の方では。敏捷使う。敏捷使うのと同時に、しっかりと91にしておきます。監督も特にいないもんです。一回燃やせると余裕あるな、ここが。燃やせそうだな。燃やせそうなんで、おー、これ拾った方がいいわ。一流。ちょっと敏捷がすごいな。スイープまず処理しましょうか。これすげえ入るな。もう敏捷いいでしょ。本当に打撃タックさえハマれば、割といい感じだと思います。なるみでもいいしね、これ。40、30。あ、もう絶対燃やせますね。こういう時に監督とか、あとはデートを、ゴシゴシやっていきましょう。ゴリゴリいきます。25ちょ、ああ、こっちでいいわ。うん、まあ敏捷でいいんだけども、30取ってデートしようか。いつでも燃やせますね、15で。
よーし、危ねえ。なんとか両方通せましたね。監督、仕事するな、マジで。いやー、ここはスルーだな。ここはスルーですね。セミか。まあ、燃やすしかないんで燃やしましょう。まあ、最後のタック5人なんで、まあ悪くはないですね。良くもないですけど。よはは、くそ。また敏捷を取れというのか。セニー腹を使います。使わなくてよかったかな。まあいいや。190か、早っ。もう監督不要ですね。ようやくちょっとずつまともなのが。もうほんとこの2人のタックだけでも相当強いんですよね。とダブルタックでいいんだよな。シドレミはまあ弱いですけど他が強い。うわぁ、もったねー。パワーヒ広角打法、片目打ち。監督評価がものすごい速度で終わった。うん、ちょっと監督にこびっていってなんかもらいましょう。千丸強いな、やっぱり。40、40、はい。8回燃やせる可能性ありますね。よっしゃ。そういうの、そういうの。まあまあ、まあまあでしょう。もうちょっと欲しいですけどね、彼女なしの構成なら。得点的には。86。うん、監督こびでいいですね。監督こびってパルスで燃やせるって感じか。ダメ元、ダメ元置いときて。あ、勝手に燃えました。うわー、回復して。コア回復してミート課金。ほう、まあ精神いいですね。打撃集まろう、打撃。なるみ佐伯。おお、いいですね。こういうの待ってましたわ。これもいいかないって、この3人だし。男しましょう、1回。で、なんか、ヤギ湯使
えるだけ使うか。405。ん？ああ、そうか、守備触れるか。多分そこまで使わなくてもいいんだろうけど。多分大丈夫じゃないですかね。880なんで、まあ、ちょっと使ってあげたら真実かなってぐらいで。粘り打ち取っちゃうか。はい、いいでしょう。やっとちょっとずつ回ってきましたね。しどれに1か。不要だ、不要、全然不要。不要でデートかな。デートしよう。40とかないかな。そうだな、パルスダメ元でゲージを高めていくか、一流使うかでいいですね。まあ、敏捷取れてるから、普通に、ゲージ貯めて8回狙いでいいと思いますけど。シングルか。はい。ダメ元をまず、とにかく使いましょう。1人、2人、3人か。まとめていきましたね。よし。よし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 。ああ、3人もいるのか。一流使ってあげていいですね。もう結構強いな。キャッチャー丸取ってんのか、取ってんのか。技術結構だな。まあデート残っているっていうのと、10か10か10、20あるのか。じゃあいっか、20使います。はい、うん、まあまあもらいたいな。でデート行きましょう。で8回は確実に燃やせるんじゃないかなと思います。次7回目でしょう。まだいいよね、燃やす必要ないよね。ここでただこれ使い切れないな。一流使っていいね。はい、うん、残ってる残ってる、ナイス。割とうめえ。敏捷を取る。でここは燃やさないと厳しいんじゃないかな。どうせまあやる気アップとかでいくらでも全力練習できると思うので、ここはいいでしょう。筋力取る？ここ強いんだけど。うん、まあ取ろうか。とりあえず取る。ポイントかなりあるようには見えますけど、ね、
僕の目には少なくとも。ラッキーボーイ、そうですね、これだってもうスイープ終わってるんで、割とですね、チャンス置いとこうか。洗礼の一撃は取っちゃいましょう。チャンス置いとこう。うん、まあ結構強い感じしますね。更新できるんじゃないか。6ぐらいだったら1ぐらい。まあこの6枚積んでるんでさ、もう3タックぐらいは欲しいですけどね。もう1回ぐらいは。男も残ってるし、ね、僕体力回復系も、いや友達スタンプだったかな。メンタルでしょうね、これ。で、50使っちゃっていいんじゃないか。いや、ダメか。30、40、70、89。まあ、野球も絡んでるからな。全力練習4人で。っていうのはありますね。まあ、行くのは精神で間違いないと思うんですけど、これを増長するかどうだかした方がいいかもしれない。うん、して正解だったと思う。これ取りてえな。無理が通れば的な。ないのか。無理が通ればないのか。 30% だからちょっとわかんないですね。まあ、大抵通るんですけど、通らない可能性あるな。いやー、どうすか。それはそれ、これはこれ、まあ、どうせ次の練習もあるあるんですよね。これ拾ったところで的なところはある。まあ愚鬼も考えて、いやまあいいか、行くわ。あー愚鬼か。割と欲しかったかな。筋力がなくなっちゃったな。うん、なんか全然強そうに見えますけどね。リベンジ置いとこう。うん、取ることなくなってきているので、まあ強いんじゃないかなと思います。そこそこ。それだけに今ちょっと入れたかったですけど、まあしゃあないですね。いつでも燃やせる体勢になってます。おっ、2回の裏、全力学園攻撃に入ります。この回のトップバッターは迫田。投げた、低めストライク。投げた、打った、燃やして、いった、勝負。全力学園リードで迎える3回です。先ほどホームランを放った迫田。
感覚的には6ぐらいだったら行っているような気はしますけど、ちょっと7とか 8は行ってないでしょうね。なんかこうたぎるような感じの感覚ないんで、自分の中で結構行ってはいるけど、まあ7ぐらいかな、行っててもっていう感じのイメージです。レギュラーは更新したいぞと。もうたぎらせていいんじゃないかな。たぎらす必要がなかった。まあ、なるみもいいですけど。使うのが、ラッキーボーイ、男、増長、体力回復って感じか。ラッキーボーイ、男、増長、体力。どうせ練習戦ってことか、今。いや、男の分あるからな。一回休むのはまあ必要ですね。これでいいか。アルミでいいかな。まあもう燃やしていいのは間違いないんで。燃やしちゃうか？むずいな。ラッキーボーイ使って精神でもいいですけど。いや、燃やすのは必要かな。燃やすのは燃やした方がいいな。ちょっと選択は、まあいろいろしていいと思いますけど。燃やすのは燃やした方がいい。これをまあどう見るかですよね。このポイントが大きいと見るのか。もうちょっとでかいのを狙いたいっすね。男。うん、ちょっとこれは控えよう。大丈夫、ダブルくらいだったら来る。来るはずだ。我慢してなんぼだ、そこは。おー、取るもんかな。本当に。そんなにないっていう。そうですね、本当に補給行かないと取るもんがそんなに。って感じですね。その分得のは、まあ、チャンスとかはね、確実に20とかで抑えたいですよね。全力学園リードで迎える5回です。今日2打席連続でホームランを放っている。これはいい当たりだ。いったー、入った入った。8回の裏、全力学園攻撃に入ります。先頭バッターは佐古田。ここまで全打点を叩き出しています。第2球投げました。打った、これは強烈。いった、入った入った。おぶねえ。さすが、さすが萩原。安心の、安心の失点だな。うわー、ここはタックさせーよって感じですが、そ
走塁取って内野安打取って意外性取って逆境取って再起ですね。のあい盗塁クレイ。男しっかり使い切れるかな。ま待ちましょう。でもすごいよな。やっぱあんだけ円卓でハマってうわーっていった選手が。まあこんなもんかっていう全力学園高校の選手に更新される可能性があるっていうこのなんでしょうね。もうそう思うとなんか農金高校でうわなんだこれ博士まで成功したっていう SS2 の選手がただの盆栽の全力学園高校の選手に更新、おちょ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 喋ってたら更新されていくっていうこのなんとも言えない気分はありますね。まあインフレですね。全力学園攻撃に入ります。この回の先頭バッターは佐古、今日3打点を挙げています。投球これから2球目、ボール投げました。打った強い当たり、さらに伸びた、センター。全力学園追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という、これはいい当たりだ。いった、萩原が控えてるからね。怖ーほんと入ってこなくていいって、萩原。やめてくれよ。野球やめてくれよ、萩原。お、うわー、才賀新島、鳴海。まあまあ、来ないよりは。人数も4人いますしね。まあまあ入るでしょ。うん。で、阿部飛もらえそうだな。うん、結構やっぱありますね。結構あるなこいつ。あ、そこそこっぽいな。うん、何もないよりかは全然マシでしたね。あれ、チャンスいいんじゃない。多分肩は迷子になると思います。肩っていうか、肩力を上げていいと思います。うん、あとは終わってからでいいかなと思います。まあ普通に更新はできるんじゃないかなと思いますけど、どうでしょう。全力学園追う展開で迎える1回です。バッターは佐古田、投げた、打った、これは強烈、いった、入った入った、同点で迎える3回です。先ほどホームランを放った佐古田、投げた、危ない球、第2球、スプリットはボール、内角低め、第3球、打ちました、痛烈、まあ、しっかりと打っていきましょう。最後の得点も大事ですからね。同点で迎える5回です。今日2打席連続でホームランを放っている佐古、投げた、見送ってボール。さあ次の投球、投げた、マシンで捉えた、抜けた、サコダヒットを放つ。全力学園この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターはサコダ、今日2打点を上げキャラ化してほしいな。無敵スプリット外れても、投げました、危ない球、投球はこれから3球目、スプリ
もうストライクか。こう多分打たないと負けでしょう。うわー危な。ただストレート以外は厳しいぞ、この球種たち。ああ今受けたかな。なんとか勝てましたね。多分更新はできたんじゃないかな。やっぱタックの威力が全然違いますね。エンタクの時も多分サイガとナルミとサエキ絡んでようやく600点ぐらいだったような気はするので、やっぱり全力は強いな。うん、キャラも新島覚醒するぐらいですからね、強くなりましたしね。うん、まあまあいってるでしょう。これは更新はいったと思います。多分取るとくのないもんね。取るとくのっていうか振るとこが、はい、これは確定でよくて、ここからですね、チャンス。怪我ちょっと落ち着け。まだ取るもんあるでしょうか。追い打ち。リベンジ行っていいと思うんですよね。ああ、コブちょっと生きてえな、キャッチャーだし、的なところは。なきにしもあらず。窮地。こんなもんかな。肩行きたいかな。うん、バランス的にはやっぱ肩行きたいっすかね。肩は A 行った方がいいんじゃないかなって思うと、怪我はちょっとないね。おい、まあギリ行けなくもないって感じか。怪我行くといろいろ終わると思うんですよ、多分。これ一定 S の方が伸びるもん、多分。70だと足りない。そうですね。レーザービームでいいかな。なんかキャッチャーっぽくはなりましたね。はい、いいでしょう。これで多分更新はしたと思います。多分6はあるでしょう。うんですね、6の半分くらいという感じでした。もうちょっとまあ伸ばせましたね。特に補給が、まあ、選手もうちょっと伸ばせたかなっていう感じはあったので、まあ、本当に楽しくこうサクセスできる感じかなと思います。で、いったのかな？ああ、なんとか20くらいは更新したみたいですね。そう思うと頑張ってましたね、この円卓の選手も。はい。という感じでございました。なんとかレギュラー更新がちょっとだけかけれたので、まあ良かったなっていう感じと、あとはパーコーですね。の、まあ新たなね、展開を楽しみに今日は過ごしていきたいかなと。今日というかまあその日は過ごさせていただければいいかなという感じでございます。ぜひぜひ皆様パーコー強化一緒に楽しみましょう。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録高評価お待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。